キャラクターのスタイルがいいと嬉しいレムだよ。まずスタイルがいいことに気づけないリメだ。今回はアビススクールをレビューするよ。どんなゲームなんだ？謎の空間に閉じ込められた主人公が脱出を目指すホラーパズルゲームだよ。タイトル画面を見る限り学校か？怖そうだな。ふっ、このゲームの売りはそこではないさ。え？そこはプレイしていけばわかるさ。それじゃあ、私たちはゲームをプレイしてくるからリスナーはそのままレビューを視聴してくれ。ストーリーはさっき教えた通りのシンプルなものだ。このゲームにはムービーも流れるのだが主人公を見てほしい。す。ごくスタイルがいいだろう。ただ主人公のスタイルがいいだけではない。このゲームは謎解きの過程で主人公の様々な姿を見させてくれるのだ。狭いところを這うために四つん這いをし、少し高いところをまたぎ、さらには潜水して濡れてくれる。あ、ちなみに謎解き自体の難易度はヒントをくれるから優しい部類だよ。ホラー要素は薄い、いやむしろ。おっと、敵についての部分は次のレビューで紹介するね。このゲームのストーリーはとてもわかりやすい。主人公が置かれた状況やその状況を知った主人公の心情をストレートに表してくれる。話の内容自体は重いものだが、主人公が出した答えはとても前向きなものだ。ストーリーの中で心が折れてしまった人物も登場する中だからこそ輝くポイントだな。それにしてもスタイル抜群だな。ネタバレになるから姿は出さないけど、他の登場キャラクターもみんなスタイルがいい。ストーリーの鑑賞中にそこに目が行くから、話の重さを緩和してくれているのかもな。何せこのゲームの黒幕ですらスタイル抜群だからな。初めて黒幕のビジュアルを見た時は恐怖より驚きが勝ったぞ。気になる人はぜひともプレイしてみてくれ。プレイ時間はサイドストーリーも含め約6時間だ。お値段も通常時で500円以下でお求めやすい。ヒント満載で謎解きの難易度が低いのも手を出しやすいポイントだな。さあ、敵についてのレビューだ。パズルゲームにおいて敵の出現はアクション要素だ。嫌う人もいるだろう。しかし今回の敵は憎めない。何せ主人公にあれこれしてくれるからだ。ゾンビは服を破いてくれる。3回攻撃を食らうとゲームオーバーだがこれも刺さる人には刺さるだろう。ゾンビ自体もスタイル抜群で見目麗しい。他にも丸飲みする敵や壁尻をさせてくる敵も出てくる。丸飲みはともかく壁尻の方はアイディアに脱帽したね。学校という舞台をフルに活用している。できれば黒幕のビジュアルも公開したいのだがさすがにネタバレしすぎなのでそれは避ける。ただし刺さる人には刺さるとは言っておこう。高身長でスタイル抜群な女性が好きなら刺さると思う。主人公の魅力のみで押すのではなく他の部分でも魅力を出してくるところに私は感銘を受けたよ。このゲームはおまけ要素が充実してる。モデル鑑賞やコスチュームの変更だけでも嬉しいが、サイドストーリーとプロフィールまである。ストーリーの中にあるメモの見返しまでできるとは恐れ入った。ちなみにコスチュームを変えてもダメージを受けるとちゃんと服がダメージを受けるぞ。ただし元より薄着なものはあまり破れないぞ。それ以上破れると大変なことになるからな。ここまでは私たち二人とも高評価なんだが、最後に不具合なのか何なのかわからないことを話しておく。効果音がやたら大きい、というよりゲーム内のボリュームを下げても下がらない。私たちの環境が原因なのかよくわからない。結構大きい音だからそこだけは報告しておくな。それでは総評に行こう。素晴らしいモデリングにアイディア、ゲーム自体を遊ぶハードルが低いのも高評価だ。敵などのお邪魔要素も性癖に刺さるデザインにしていることによってストレスを最小限にしている点がグッド。気になった人にぜひとも遊んでほしいおすすめの一品だ。ヒントが多いからとても遊びやすい。高難易度のパズルや本格的なホラーを求めている人には物足りないだろうけどライトゲーマーの私にはちょうど良かった。値段が安い、プレイ時間も短い、おすすめしない要素がないな。おすすめしない要素があるとしたら初めからビジュアルが受け付けない場合ぐらいだ。ビジュアルの魅力が大きいゲームだからな。そこに魅力が感じられないのなら手を出すのはやめた方がいいだろう。ここまで視聴してくれてありがとう。この動画が購入の手助けになったのなら高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。